ワンワン。オンリーワン。リナグミです。こんにちは。こんにちは。パレオありがとうございます。今日は歌おうかなとも思ったんだけど、どっちがいいですか？話すか歌うか。なんか昨日無意識とか歌ってって言われたけど、ちょっと時間がねなくて歌えなかったので、どうしようかなって思って。どっちでもいいんですけど、どっちのがいいですか？ どっちのがいいですか？今日はね、あれです。ちょっと近い めっちゃ近かったけど、今日はカメラ自体が近いのか、ファンの方からいただいたお洋服です。何これ。なんかね、チカみたいな、チコみたいな ちょっとね、リーナ、何聞いたことはない、ない？違う。見たことはある、ネットとかで。お店も見たことはあるけど、ちょっとお店の何読み方が分かんないんだけど、なんか HI、 あ、そう、 H、 違う、 CHICO みたいな ブランド、有名なブランドがねありまして、このブランドのなんかワンピースみたいなやつです。今日のお洋服はちょっと髪が乱れました。パレオありがとうございます。今日は6時までには終わっときたいなっていうのはあります。だから50分とかにはちょっと終わりたいですね。パレオありがとうございます。オンリーワン。これめっちゃ良くない？なんか、萌え袖してなくてもなる。いい。ヤッホーヤッホー。日本一可愛いりちゃん。ありがとう。世界ではないのね。みんなの中で世界ではないのね。こんな夕方に洗濯物干すといつ乾くの？ 洗濯物干すと、朝は乾いてますよ。まあ、7時とかに。全乾き。いや、全乾きとはいかんな。なんかジーンズとかはちょっと乾きにくいんですけど、まあそれ以外はね、靴下とか乾きます。こんにちは。まあ、パパのユニフォームとかはめちゃくちゃすぐ乾きます。あれめっちゃ早い。自己紹介して。はい、 SK48 地域研究生のりーちゃんこと杉本里奈です。14歳の9月20日生まれの大型乙女座ネズミ年です。でもワンちゃんとウサちゃんが大好きです。サイリムカラーは赤ピンク白色の3色です。ぜひ次会った時はこの3色を振って応援してください。フォロー、コメントなどなどで応援よろしくお願いします。お願いします。そういえばね、昨日ね、昨日のみんなのあの SK メールの返信を見てて、サイン会追加したよとか言ってくださった方が、まあ、数名いまして 数名いまして、嬉しかったですね ありがとうございます。楽しみにしてます。帰宅中なう。気をつけね、気をつけてね。絵文字がなんか自転車の人になってるけど、自転車しながらスマホいじんないでくださいね 暑いね。ね、今日めっちゃ暑かった。いや、かわいこちゃん、ありがとう。なんか今日髪のボリュームが。ニーナちゃんのこと気になってます。本当？ じゃあ、気になってるんだったらね、押してみよう。嬉しい。でもなんかさっきちょっとさ、プロフ見たところ、須田あかりさんが推しなのかな？なんか、あれにいる。あの、プロフィールに 須田さんが。須田さんね、よく笑ってるからかな？ リーナもよく笑うからさ、気になってくれてるのかな？わかんないけど。ありがとうございます。ぜひ、どっぽり、沼にね、ハマってください。あのリーナ型ウイルスに、リーナ型ウイルスに
感染させます、いつでも。歌いながら話す、歌いながら話すは結構むずくない？結構むずくない？じゃあもうなんか歌ってるような、違う、話してるような歌がいいんじゃない？ココイチとか。歌えないけどリーナ。歌えないけど。今日こそ後悔、いや今日こそ後悔いきません。歌ってくれるんやったら今すぐ歌って、いや どうしたいって思って。あら可愛い、ありがとう。今日愛知暑いでしょ。暑い、帰りめっちゃ暑かった、学校帰り暑かったです。こんにちは、パレオありがとうございます。今日休みだから見に来れたわ。え、休みなんだ、木曜日なのに。それはいいね。こんにちは、ぜひゆっくりしてくださいね、せっかくの休み。暑くないの？夏くらいに暑いんだけど、夏はちょっと言い過ぎかな、まあ秋ぐらい暑いですよ。試験さんオンリーワン、オンリーワン。今日も可愛い、就寝準備状態で、ね、見てる。寝るの早ない？準備が早いだけ。リーナ組です、こんにちは。ちょっとここなんか入れてるとあれだな、身動きしづらい。ちょっとリーナフリーで行こう。週末とゴールデンウィークは気温下がる。あ、そうなんだ、いいね。でも週末下がってくれるんだったらね、割といいかもしれない。ゴールデンウィーク下がるのいいね。でも混雑しちゃう、道が。知らない人から人が見たら若奥さんっていうのかな。ほんと、まあ家事は私こなしてるんでね、できちゃいます。パレオありがとう、こんにちは。いいなぁ、何ですか、何ですか。まあぜひね叫んでください。パレオありがとう。ワンちゃんの犬種は何が好き？プードルが好きです、トイプードル。あとあのトイプードル、ティーカッププードル、タイニープードルなんですけど、特に好きなのはなんか雑種っていうの、混ざったので言うとチワプー、マルプーとか大好きです。ちっちゃいのが好きかな、大きいのも好きなんですけど、ちっちゃいモコモコしたやつが特に好きです。でもポメラニアンはちょっとモフモフしすぎてて、毛が抜けちゃうんですよ、毛が抜けちゃうから飼えないんですよね。まあ普通に好きですけどね。りーちゃんかわいすぎ、ありがとう。僕は今まで通りの応援でいい、まあ、もっともっとね膨らましていきましょう、愛を爆発させてください。こんにちは、りーなちゃん、こんにちは。東海追加した分当たった、よかった、ありがとう。たくさん来てね、忘れないでくださいね。アラームかけるの忘れてたとかやめてくださいね。昨日寝落ちして返信忘れました、マジ。まあ今日してくれればいいさ。いつもありがとうございます。逆にパレオありがとう。そういえばみんな気づかん、リナがちょっと前髪切ったっていうのを。気づかない、気づかないか、気づいてほしかったな。でも本当にちょっとだからね、前髪気づける人は本当にすごいと思う。やっぱりみんなちょっとだけね愛が足りてませんよ、前髪は気づかないと。前髪気づけるぐらいになったらまあ夫になれますね、妻か夫に。初見さんオンリーワン、オンリーワン。いよいよ明日でイベント終了、そうですね、順位どうなるか分かんないけど。感染、そりゃねウイルスだから感染しますよ。初見さん初見です、こんにちは、ぜひゆっくりしてってください。よく星ないウイルスに感染した、星ってなんだ、治らないかな。パレオありがとう。アイドルやってた時の同期もそうだけど、他の友達からもみんなリーちゃん可愛いって言ってくれる。あ、じゃあまだ同期の子とかと接してるっていうの、ちゃんとコミュニケーション取ってるんだ、いいね、いい仲間じゃないですか、青春してるやん。リナもちょっとね11期みんなで青春したいですね、嬉しいね、そう言ってくれたら。パレオありがとう。でも須田さんは卒業しても好きだけど、現役メンバーも推したいのでリーちゃん推す。嬉しい、やった。合ってた、須田さんの笑顔が好きっていう、合ってたかな。まあ全部好きなんでしょうね。
じゃあこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。初見さんオンリーワン、オンリーワン。喋るように歌うラップかな、ラップなの、あれって歌ってるのラップって。今日休みでりなちゃんいたところにレッスン行ってた。アジェスト、え、行ってるんだ、えらいね。何やってるんですか、ダンスですか。りな組です、こんにちは。こんにちは。京都は29度で暑い。めっちゃ暑くない、夏じゃん。夏だったわ、さっき夏は言い過ぎとか言ったけど。遅刻した、全然大丈夫です、間に合ってるんで。りなも遅刻したんで。ごめんなさいね。じゃけんさんこんにちは。こんにちは。すぐに嫁にできる、すぐにできる、本当。柴犬は何色が好き。柴犬、柴犬、柴犬、柴犬は、ディナはあの茶色みたいな色が好きです。本当に普通のし、なんか全部普通なんだけど、あの柴犬茶色みたいなのが好きです。何、麦の色みたいな、茶色じゃないか、麦の色が好きです。こんにちは。昨日は出かけてカラオケ見れなかった。じゃあ今日歌おっか。どうする。初見さんパレオありがとうございます。パレオありがとうございます。微妙な変化は分かりません、分かってください。前髪切ったね、行った後にリーナが行った後に切ったねって言われてもね。ごめん、ちゃんと前髪気づいてた。本当？言ってくれないと分かんないよ。ああ知ってた、知ってたんかい。言ってくださいよ、前髪切ったね、幼くなったねとか。まあ変わってないでしょうけど。変わってないでしょうけど、可愛さ変わらんから分かんない。あ、マジ？そっか、確かに。まあ私、リーナがボブとかにしたらさすがにみんな言ってくれるよね。する予定ないけど。前髪無理ゲー、なんで無理ゲーなの、勝手に無理ゲーにしないでください。こんにちは。前髪逆にその差を気づいたら怖い。本当？それぐらいがいいんだけど。目指せ夫。まずは友達目指そうよ、友達というか親友というか、今みんな友達だもんね。まずは親友を目指しましょう。今日の夜ご飯は決まった。今日はね、食べに行く可能性があるんですよね、知らんけど。食べに行かなければ、あの唐揚げ食べます、作ろうかなって思って。今日は、今日は暑かった。りーちゃん愛はいつも暑い。すごいですね。まあなんか名前にね、りーないないけど、中坂さんいるけどね、名前に、名前にリーナはいないけど、リーナ愛はいつも熱いと入れてくださいね。リーナもね、その名前という日陰に入れてくださいね。初見さん、リーナさん、はじめまして、はじめまして。ぜひゆっくりしていってください。フォローとかしてね、応援してくださると嬉しいです。割っちゃったけど、ハート。ボーカルやってる、ボーカルね、いいね、めっちゃ短いやん、いいですね。リーナウイルスに効くワクチンはまだ発明されてない。そりゃね、ないですよ、まだというか一生ないです。一生ないです。オンリーワン。リーナちゃんは11期の推しです、リーナ組。おお、いいね。まあリーナ好きな人は全員リーナ組なんで。優等生がね、新しく誕生したんですよ。ファレオありがとう。なので感染したら重症になる。みんなもう重症ですよ。今日も可愛い、ありがとう。フォローありがとうございます。あ、なんかあのポーズ思い出した、ピノキオ軍のさ、なんだっけ、伸びた花は元には戻らないよみたいなやつ。ノー反省、ありがとうございます。リーナ型ウイルスはめっちゃ強烈。そうですよ、抜け出せません。抜け出したくてもまるで地獄です。嘘です。嘘です。SK481 応援します。プロフィールにリーナちゃん入れた。え、ちょっと確認確認。え、本当だ。いた、嬉しい。須田さんは別に消さなくていいんだよ。須田さんは消さなくていいんだよ。でもあれですね、行動が早くてすごいですね。リーナは結構放置しちゃう派なので。放置しちゃう人なのでね、すぐ行動できる人すごいかっこいいと思います。ありがとうね。じゃあこれから、あのリーナ、あのまだまだ未熟ですが、よろしくお願いします。リーナ組です、こんにちは。今来たけど前髪切ったね。棒はダメですよ、棒は夫候補には入れません。可愛さもしてる、ありがとう。それはわかります。ボブはさすがにわかるよね、
それ気づかなかったらね。まあでもいつもさ、リーナ結構近いからさ、気づかんくてもおかしくはないかもしれん。久々にリーちゃん放流したのでバイト行ってくる、頑張れちょっと噛んだけどバイト行ってくるって言っちゃったけど、頑張れ、応援してます。ガクガクブルブル、なんで震えてるんですか。リーちゃんは料理するの、何を作れるの。リーナは料理しますよ、いつもしてますよ。何を作れる、まあ基本的に何でも何でも、お料理は基本的にね何でも作れると思います。わかんない、作ったことないやつもあるからさ。かなり年の離れた友達だけど大丈夫、まあ幅広く幅広くね。ハートをピンクに、ピンクにしてくださいよ。パレオありがとう、オンリーワン。リーナがさピンクにしてくださいって言ったらさ、白になっちゃったっていう人いるんだけど、白にしてとは言ってないからね。4月30日は私の誕生日だけど祝ってくれる、スクショしてください。この前スクショしたからね、あの分かってますよ、リーナちゃんと祝いますまあその日やるか分からんけど、やんなかったらまあ前日とかに応援しますね、応援祝いますね。スクショは前したので大丈夫です、覚えてますよちゃんと。パレオありがとう。リーナ神研究生から昇格できるかしら、頑張ってくださいパレオありがとう。アイドル時代の同期とな、今度踊るかもなんだけど、何の曲踊るか悩んでて、なんかおすすめある。SKE でいいかな、踊るのが楽しい曲だよね。なんだろう、あ、ハッシュタグ好きなんだとか、あと俺とくとか、リーナ結構踊るの好き。パレオありがとう。優等生とは単押しかな、ならめり、そうですよ、優等生は単押しですねまあ、なら無理なら普通にね、あの幼稚園児でお願いします。プロフィールにリーナちゃん入れてなかったのマジで反省だ。あ、今ちゃんと入ってる、行動早いねみんな、ありがとねパレオありがとう。メリークリスマス、え、ちょっと季節何、どこ生きてますかどこ生きてますか、なんかブラジルとかいますか、もしかしてもしかしてブラジルとかいますかメリークリスマス。まあね、いろんなね方がいていいと思うのでありがとうございます。なんかハッピーメリークリスマスね、ありがとう、まあ、こっちはね何でもないんですけど、今日は基本ノー反省です。そうなの、反省はしないよあなたはピノキオじゃないのでね、ピノキオは別にいいですけど、いや良くもないけど鼻が長いんでね、高いか、鼻が高いので。51プチッとな、ありがとうございます。今日から毎日スクショしてリーちゃんの前髪測定する夫になるために頑張れ。唐揚げ100個アイテムができたら リーナウイルスも弱まるかも。弱まりません、唐揚げ100個だったらもっと強まりますよリーナ。唐揚げ100個食べたらもうみなぎるので力が強くなります。リーナ髪2年生なんだまだ2年も経ってなくねって感じですけど、ありがとうございます。じゃあ3年目も頑張ってください。世間さんこんにちは、こんにちは。でもちょっと待って、2年生ってことはまだ1年ってことか、じゃあ今が2年目か、頑張ってください。あーいいね、踊ろうっと、踊ってくださいぜひ動画とか見たい、ぜひ上げてください今日めっちゃ暑かったね、めっちゃ暑かった、良いお年を。もうみんなどこにいますかみんな日本じゃない、もしかしてリーナだけ日本ちょっと待って変なとこにプロフィール見たってことは声がおかしい、あ治った。プロフィール見たってことはまさかの認知してるくれことかな、してくれてるってことかな。もうね目に焼き付きましたよ認知完了まあでもね、ぜひ顔と名前はやっぱり一致させたいので、なんかイベントあったら来てください。認知しました認知しましたよ。いつかその名前がねリーナ推しになったら嬉しいですね明けましておめでとう。おー、みんなどこですか、どこにいますかみんなリモート、まあ確かにリモートだからねいいですけど、皆さんどこにいますか。りーちゃんに中性
誓ってるから行動が早い。いいですね、忠誠誓うのすごいいいと思います。リーナちゃ組になった。何リーちゃ組って、リーちゃ組、リーちゃ組って何ですか新しい組作んないでくださいって感じなんですけど、きっとリーナ組なんでしょうね。こんにちはありがとう。まあとっくの前から知ってますけどね。こんにちは、初めてコメントします。こんにちは、ありがとうございます。初コメおめでとうありがとうございます。これからはねバンバンコメント打って、あのお互いにね認知し合える仲になりましょう食べれません、絶対飽きる。いや飽きない、絶対飽きません。ショールーム配信を見てて可愛いなと思って、え嬉しい。今度初めて現地でトーク会行くことにした。え嬉しいにやけちゃうじゃん嬉しい、嬉しいですね。やった嬉しい。これでリーナが認知できる人がまた一人増えましたやった。じゃあショールーム以上にね、きっと現実は可愛いと思うので、知らんけどまあやっぱりね画面越しとさ生で会うとはまた違うからね。まあまた違うリーナをね探してもっと好きになってくれたら嬉しいですね。ありがとうございます、遅刻だけしないように本当に学校みたいだね、遅刻だけしないように。ハッピーハロウィン、なんでさっきまで、さっきまでメリークリスマスって言ってた人が今はハッピーハロウィンって言ってる。そんな地球って回るの早かったっけ、そんな早かったっけ。きっとリーナがおかしいんですよね愛知27度、えそんなに暑かったんだ、もっとなんか低いと思ってた。そうなんだ、まあ、確かに暑かったけどそんな暑いとは思わんかった。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。リーナ違います、多分違う人です、あなた祝ってんのあなた祝ってんの多分違う人です、間違えてます。多分ねあれです、ドッペルゲンガーがいるんだと思います。ドッペルゲンガーさんおめでとうございますプロフィール見ても何も書いてない、いや書いとるやん、リーナ書いとるやん、ルンさんもユナさんもあやめろさんも書いとるやん、しっかり書いてます。踊ったら載せるね、需要あるか知らんけど需要ありまくりです、見ます楽しみ、ファン1名通ります。リーナが一番最初のファンですね、いや違う、そのアイドル時代の時にリーナ先越されましたねフォローありがとうございます。受験です、こんにちは、ぜひゆっくりしてください。なんか手にほこりがついた、落ちてきました。リーナ組でいいです、倒しじゃないのはバレてると思うので、うんバレてますとっくの前からバレてます。パレオありがとう、鬼は外福は内、福は内ですね。リコピさんはHKT を卒業した方だから現役メンバーで名前変えようかな、いや全然変えなくていいですよ、そんなね今でも卒業してても推してるってことはそれほど愛が強いってことなんで、まあ、いつかリーナの方が愛が強くなったらリーナに変えてくれたら嬉しいなって思います。今は全然大丈夫です。パレオありがとうございます。今マックでチキンタツタ食べてる、いいな、リーナも食べたいリーナマック行ったら絶対にチキンクリスプと、フライドポテトとハッシュポテト、ハッシュドポテト、あれめっちゃ大好きなんですよね、めっちゃ大好きってなんか言葉おかしいけど大好きなんですよ、食べたくなってきた。マックのさあの何紙袋の匂い大好きなんだよねあれ大好き。こんばんは、今日も暑いですね、ね昨日よりも暑い。今月からモバメも取り始めました。なかなか熱い文章でいいですねそうですね、リーナのモバメはね熱いですよ本当に。もう今月は特に暑かったです、もう本当に夏ぐらい暑かったんですよそうですね、ありがとうございます。じゃあこれからたくさんね写真とか送るので、まあ昨日結構送ったと思うけど、たくさん送るのでぜひね返信とかしていつもちゃんと見てるよっていうのを表してくださると嬉しいです、ありがとうございます。パレオありがとう、シャチフルダイヤモンドホールに見に行ってきますね、楽しんで。今日デラ熱い、デラ熱いね、実物は画面より 101% 可愛い1% 上がった、
まあ、次はね 120% になれるように頑張ります。嬉しい。オンリーワン。ハッピーセット、ハッピーセットはもう意味わからん。え、もしかしてハッピーセットいつも頼んでるってこと？リーナがさっきいつも頼んでるやつの話をした後にハッピーセットっていうコメントをするってことは、ハッピーセットをもしかしていつも頼んでるってことですか？大人ですよね。今で27度あるってことは夏は50度ぐらい。いや、引きこもり生活始める、みんな一緒に。一緒に引きこもり生活します。しょっちゅう、しょっちゅうって読むのこれ、お見舞い申し上げます。それはね、夏に送るもんだと思うんですよね。みんな間違いすぎですね。樹液研究生、何の研究してるの？まあいろいろですね、アイドルについて。ダンスとか、ね、研究できることとしてね、ダンス、歌、まあ演技も割となんか先輩とかね、舞台とか出てらっしゃって割と研究できるし、まあ人間の付き合い方、人間関係もやっぱりね勉強できますよ。あとまあ表情の作り方とかですかね、それぐらいかな。まあ言ったら多分ね、考えたらたくさん出てくると思うんですけど、まあいろんなことを研究してますね。まあなんか科学的な研究とかそういうわけではなくて、アイドルについての研究をしてます。次に劇場でコールするときはトントン、低い声でトントン、リーナーと叫びます。叫んでください。トントンって何、方言ですか？オンリーワン、こんにちは、可愛い、ありがとう、パレオありがとうございます。左のダイヤステッカーはノイミーさん好きとかではない？左のダイヤステッカー、あ、みんなから見て左か。え、ノイミーさんってなんかダイヤステッカーあるんですか？え、あれだよね、ノイミーさんってさ、一回さ、なんかあれなんだっけ、曲なんかさ、すっごいバズってなかったっけ？でもなんかその系列っていうの、イコラブさんとかノイミーさんとか、まあ、そこら辺の何、なんか48グループ、なんて言ったらね、 AKB とか SK とかとはまたちょっと違うさ、なんかグループじゃん、なんかノイミーさんとかってなんか今時って感じのね。で言うとリーナはひとみさんとか結構気になってます。鈴木ひとみさんとかね、結構配信されてますよね。でもこれは特に意味はないですね、なんかあったからつけてます。特に意味はないんですけど、気になってはいますね、可愛いなとは思います。パレオありがとう、ハシドポテト、わかるよね、めっちゃ美味しいよねあれ。こんにちは、自己紹介して。はい、 SK48 樹液研究生のリーちゃんこと杉本リーナです。14歳の9月20日生まれの大型乙女座です。好きな食べ物は唐揚げ、ごま団子、かりんとうまんじゅうの3つです。サイリムカラーは赤、ピンク、白の3色です。ぜひ次会った時とかはこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォロー、コメントなどなどで応援よろしくお願いします。お願いします。プロフィール書いてるのバレた、そりゃね、一瞬であのワンタッチでバレるんでね、簡単なあれですね、簡単なあれ、いや簡単ですね。りーちゃん一押しだけど、前から通ってる先輩は言っていいんだよね。そうですよ、まあね、言ってもいいけどって感じです。もうすぐゴールデンウィーク11連休、だからおたかつに全力注ぐ、いいね、羨ましい。じゃあしっかり休んでください。パレオありがとう、自己紹介して、さっきしたからいいのかな、多分ちょっと時差がすごいんでね、この配信。ありがとう。焼酎、お見舞い申し上げ、焼酎はちょっとね、ね、お見舞い申し上げられても困りますよ、それはね。ねえ、もうそういうところほんと好き、リーナちゃんが私のファンだなんて恐れ多いけど嬉しいよ。かわいいね、反応ありがとね。ありがとうございます。しょっちゅうお見舞い申し上げますはキャンディーズのヒット曲。え、そんな曲あるんだ、知らんかった。タンクトップでもいいくらい、
まあ確かにね。でもちょっと街中でなんか今タンクトップでなんか歩いたりしてる方がいたらちょっと見ちゃうかな。トントン低いと打つつもりがトントンと。トントン低いってどういう意味？ミミミミミミミルテン。あ、それそれ。え、それってノイミーさんだよね。ノイミーのスですかな、ちょっとわかんないけど、めちゃくちゃ好き。 TikTok でバズってた。そう、かわいいよねあれ。 SKE とかもそういうの作りたい。でもなんか SKE48 例えば E チーム E だったら E 推しみたいな歌があるんだけど、それが近いのかな、一人一人の自己紹介みたいな。オンライン握手会しかできないけど、オンライン握手会、オンラインなんだ。オンライン握手会取ろうと さっき決めました。ありがとうございます。え、なんかプロフィールに、プロフィール名前にリーナ追加されてる。嬉しい。ありがとう、相変わらず行動が早いことで。ありがとうございます。リーナちゃん今日は歌いますか？どうしようかな、50分に終わるんだけど1曲2曲ぐらい歌おうかな。ないんかい、ごめんね。ちょっとね、何も考えてないでつけました。自分はリーナ組の研究生です。リーナちゃんの効率的な押し方を研究してる。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。研究生公演はどれくらいのペース？でもリーナが出るかは置いといて、月2ぐらいですかね、平均的なのが。初見さん14ちゃい？そうです、14ちゃいです。私自己紹介して、はい、はい、SK48 純益研究生のリーちゃんこと杉本リーナです。14歳の9月22日生まれの中学3年生。嫌な時期ですよ、受験生っていうね。頑張ります。勉強で一番好きな教科は篠原教科ちゃんではなく体育ですね。体育が大好きでですはい、です。大型乙女座です。サイリムカラーはピンク色が大好きなので赤ピンク白の3色です。ピンク色って言ってもなんか淡い桃色、ちょっと薄めの桃色とかが大好きです。フォロー、コメント、推薦コメント、拡散などなどで応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。オンリーワンパレオありがとう。こんにちは、ランスミッキーですね。知らないか。知らないですね、ごめんなさい。私はショールームでリーナちゃんを知ったのであまり SK に詳しくない。あ、本当？そうなんだ。まあリーナもね、そうなので。まだまだね、やっぱり。ん、待って、くしゃみ出そう。大丈夫でした。まだまだね、やっぱりリーナも知りたてだからさ、まあ一緒に勉強していきましょう。最近ちょっとずつ勉強してるんですけど、もしどっかで失礼なこと言ったらごめんなさい。大丈夫です。多分リーナも気づかない。大丈夫ですよ。DD に厳しいの？いや、厳しいわけではないよ。厳しいわけではないと勝手に思ってます。こんにちは。確かになんか SKE も TikTok でバズる曲欲しいね。まあでもね、なんかやっぱり今時のさ、アイドルグループがいる中って考えたらね、難しいかもしれないけど、やっぱりさ SKE らしい曲とかあるじゃん。まあね、何、時代は繰り返すって言うじゃん。だから AKB48 さんがすんごい時とかまた来るかなってリーナは密かに思ってます。パレオありがとう。ハッシュタグ好きなんだ、俺得とか聞きたい。あー、そうする？歌えるよ。初見さんこんにちは。こんにちは。でもめっちゃ久しぶりだ、歌うの。いいよ別に。パレオギフト何個欲しい？言ってみ。え、パレオギフト別にね、あれなんですよね、私なんか一応参加してる感じにはなってるんですけど、トーク会とかなんかみんなと何触れ合える系のイベントを頑張りたいと思ってて今だから、どちらかというと参加 してないみたいな感じなんですよ私今。まあ頑張りたいことが他にあるからっていう意味なんですけど、だからまあ皆さんの自由というか、リーナの思いの分だけね投げてくださったら嬉しいです。プロフチェックしてるんだがくぶる。いや、プロフの話になったからね、ちょっと気になっちゃったじゃん。
ジャンボリミッキー踊れる。ディーナも踊れる。ちなみに今日もディーナちゃん可愛い、ありがとう。好きな教科の篠原教科は SK 詳しくない人には分かんないですよね。思いました。篠原教科っていうのは同期ですね。同期です。同期の名前です。体育で一番好きな競技、それがね、体育で一番好きな競技って聞かれたら分かんないですよね。でも得意な競技は幅跳びとか飛ぶ系、ジャンプ系、高跳びとかですかね。です。篠原京香で検索してしまった。いや、そこは杉本リーナで検索してくださいよ。初見さんこんにちは。ハッピーキョッピー帝国で検索してみよう。そんなのあんの、知らないんだけど。厳しいよ、大岡さん並みに。そりゃね、大岡さんに憧れてるんですから。パレオありがとうございます。頑張ってね。ありがとう、頑張ります。こんにちは。頭を動かすよりは体を動かす方が好きなんですね。そうですね、まあ大体そういう人がねアイドルになるんでしょうけど。まあ体を動かすの嫌いな人はいないと思いますよ。どうしよう、歌おうかな。さっき言ったやつ歌おうかな。俺とくとハッシュタグ好きなんだかな。2曲歌えるかな。まあ6時には終わりたいって感じですね。好きな教科は杉ぶっくりになって言っとこうって。なんで教科入ってないやん。パレオありがとう。暑くなってきたし、ごめんねサマー聞きたい。ごめんねサマーってやつか。え、ごめん、一回切れちゃったよね、間違えて。本ボタン押しちゃった。ごめんねサマーね。また今度練習してからやりますね。ちょっとスクショするね。ごめんねサマーはちょっとね披露したことないんですよね。歌自体は知ってるんですけど、サビ以外歌ってって言われたらちょっとね厳しいかもしれないので、またたくさん聞き込んで歌いますね。好きな体育サッカー以外ですね。どーん やねんって。サッカーはねそれが好きなんですよね。ごめんなさいね、嘘はつけないんですよ。初恋の踏み切り聞きたい。この前も言われた。ちょっとまた練習しますね。好きなのでええんやで、ありがとう。優しいですね。はいはい、楽しみ楽しみ、ありがとう。6時ね、延長の予感しかしない。それな。ちょっと一回、うん、音切れるかも。あ、聞こえる？不器用太陽、ごめさまと不器用太陽の歌詞が好き。あ、不器用太陽リーナ歌えるよ。え、不器用太陽でもいいけど、どうする？ハッシュタグ好きなんだ俺とく不器用太陽。でも2曲ぐらいが理想だから、ごめんね太陽って言ったらいいな。不器用太陽、え、どうしよう。ちょっと絞ろうかな、一旦時間があったらまた披露するって感じで。今日以外で俺とくハッシュタグ好きなんだ不器用太陽、どうしよう。ハッシュタグ好きなんだよ、好きなんだはスティーナ披露したことないからわかんないかもしれん。渋獣じゃないわ、間違えた。コケ獣ね、コケティッシュもいいけど、ちょっと候補が広がりすぎるとあれなんで、さっき言ったやつにしよっかな。俺と空不器用太陽、ハッシュタグはまた今度にしましょうか。え、不器用太陽からいく？ちょっと声がね出しやすいと思う。低いけど不器用太陽は一回サマステでね披露させていただいたことがあります。ああ聞こえる、みんな聞こえます？不器用太陽ってどんなんだっけ最初。トゥ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 みたいなやつか。渋獣って渋谷で10時に待ち合わせかな。知りません。知らないけど、え、歌えるかな、頑張ります。歌えなかったらごめんね。ちょっと久しぶりなんですよね、俺とくもそうだし。まあ一旦ちょっと行きますね。うん、いけなかったらごめん、先に言っとく。
懐かしい。
ありがとうございました。ちょっと2番があまり分かんなかったんですけど最後まで聞いていただきありがとうございました。なんか歌詞たくさんありがとうございます。時間が結構やばいですね。ちょっと待って、検索したらバブな写真が出てきた出てきますよ。聞こえる、よかった。ちょっと待って、19後ろ向いたら誰かわからなかった曲まあそうだよね、みんな髪の長さとかあの時あんま変わんなかったもんね。りちゃんは大丈夫、ありがとう。めっちゃ懐かしいね。懐かしい。りなも久しぶりに歌ったわ。めっちゃ久しぶり。聞くことはねたまにあったんだけど、フルで披露することはない、多くない。そうだね、2番とかあんまりねわかんないわかんないですよね。よく頑張った、ありがとう。よかったよ、ありがとう。不器用太陽久々に聞いたね。次俺とく、待って俺とくも不安だな俺とく不安だな。なんだっけ、クシュンとされるとさ、え、俺とくないんだけどえ、ないじゃん。しまったぞ、しくったぞって言おうとしちゃった。しまったぞ。これはハッシュタグに行くしかないか。俺とくりなあったっていう勝手な記憶があったんだけどさ、なかったわ俺とく。ハッシュタグいきますか。歌えるかな、ね、披露したことないんだよね。兄ちゃんに沼りましたかわいいスクショし、またスクショタイム最後に撮りますね。やった俺とくめっちゃ好きね。時間的にもこの曲いい。あ、時間的に確かにね。やっぱないよね、なかったです。放課後レース歌える、歌えるけどまた今度にしますね。ちょっと歌ってみるね、初めてかもしれん。バーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔だがするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS 上げてみた。料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い。歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めない価値か、スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さその前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて早し、ハッシュタグベイル、後でつぶやく、その時に感じたこと誰
さんだ。ハレオ、ありがとうございます。皆さん、はじめまして。はじめまして。もうすぐ終わっちゃいますが、ありがとうございます。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち、リプライ君から追加の写真、空振りの僕が映る、大好きな人となる、大好きな人となる。ありがとうございました。歌詞もありがとうございます。パレオ、ありがとうございます。いいにゃー、ありがとう。超絶かわいい。リーナーコール、ありがとうございます。リーナちゃん、ありがとう。ありがとう。リーナ組です。こんにちは、こんばんは。もう終わっちゃいますが、ハートありがとう。大好きなリーちゃんとナウナウですね。パチパチありがとう。リーちゃんの歌声好き、ありがとう。ハッシュタグ好きなんだのポーズ。あ、そう、スクショタイム撮りますね。ちょっと一旦外すね、これ。ハッシュタグ好きなんだ。なんかさ、リーナさ、実はね、一回フリーでしてもらったことがあるんだよね。ところどころ踊ってたっしょ。あの外資の時に、なんか披露は結局できなかったんですけど、振りだけしてて、うん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 、こうやってやるじゃん、うん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 、オッケー、ブラボー、ありがとう。可愛いな、ありがとう。可愛かった、よかった。パチパチありがとうございます。パレオ、ありがとう。リーちゃん、お歌うまい、お歌うまい、ありがとう。スクショタイムどうしようかな。うん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 、オッケー、かわいい、かわいすぎ、ありがとう。パレオ、ありがとうございます。どうしようかな。太陽ポーズ。なんか太陽でバーって感じだ。うん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 、オッケー。あとなんかあれ、あのさ、意外に2万号のやつで背中を焼きすぎたのやつ、これ太陽、これでもいいか。うん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 、オッケー。小指と薬指でハッシュタグ作る。あ、そういうこと。あ、ハッシュタグポーズってそういうことね。小指なんか使ったっけ。ええ、なんかあったよね、忘れちゃった。小指と薬指、あ、これかな。え、だよね、なんか片方マイク持ってて、こっちか、こうだったっけ。え、忘れちゃった。え、忘れちゃったわ、リーナ、忘れちゃいました。あとなんかポーズあるかな。うん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 、うん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 、オッケー。あと犬もやっとく。うん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 、指ハート。うん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 、オッケー。こんにちは、どうだったかな、何が。ウィンクください。あの1秒ぐらい頑張るね。うん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 、できたかな。もう一回いくよ。うんうんうん、できた？できたかな？ありがとう。きっとできたと思う。じゃあ今日のまとめいきますね。1、カラオケ配信。セトリが
不器用太陽ハッシュタグ好きなんだ。で2個目がなんかあるかな、何の話したっけ。ファンの方からいただいたワンピースで3つ目があります。リナ今日なんか話したっけあ、そうだ、リナの配信に、あ、どうしよう、違うな、いろんな人が見てるでいいや。なんか今日さ、ハロウィン中の人だったりね、ディセンバー中の人だったりスプリング中の人だったりまああれですけどね、ネタなのは分かってますけど、ありがとうございますねって感じ。他なんか話題あったっけ。可愛いのできた、よかった、ありがとうよかった。目にゴミが入ったポーズ最悪これは可愛い、ありがとう。まとめ、前髪切ったのに誰も気づかない、あ、いいね。4、前髪切ったのに誰も気づかない、ダメです、ダメですよ、気づかないとまあこんな4つですかね、今日は。だいたいそんな感じかな、きっとそんな感じです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ終わりますね、バイバイまたね、明日やるか分かんないけど、明日できないよ、多分できません。まあ土日ね、多分やると思うので、日曜日、土曜日は一旦置いといて、ぜひその時は見に来てください。お疲れ様でした、こちらこそありがとう。りーちゃん今日遅刻、ご飯作ってました、お疲れ。全然大丈夫です、またね、またね見れたら見るね、ありがとう。ぜひフォローしてね、次の配信も通知が来るようにしてください。バイバイ、ありがとう。サイン会楽しみにしてる、リナも楽しみにしてます。サイン会とかね、追加してくださった方本当にありがとうございました。来てくださる方ありがとうございます。サインよろしくね、サインね、ぎっしぎしに書くので楽しみにしててください。